はい、今回はですね、大阪、西成、女医不審死事件の真相、これは分かりませんが、自ら命は絶っていないと、思う、犯人がいるっていうようなことについて僕なりの、ちょっと思うところをお話ししていきたいと思いますので、事件に興味ある方は最後まで聞いていただければと思います。あとですね、気になる方はチャンネル登録、よろしくお願いいたします。リスナー様、この、大阪西成、女医不審死事件っていう、事件 ご存知ですかね。これものすごく闇の深い、事件なんですよ。そのことについてね、ちょっと今回はありとあらゆる角度からいきますので、今回もよろしくお願いします。まずね、西成の、マザーテレサこと、矢島幸子っていう、女性の医師が鎌ヶ崎で、ボランティアをしていたということです。ここら辺からまずこの、いくつも気になるところっていうのはこれあるんですよ。このなんていうのかな、ちょっとうまくね、情報量が多いんで整理していきますけど、まずね、この、矢島幸子っていう、このお医者さんなんですけど、女性のお医者さんなんですけど、西成のね、マザーテレサっていうことを言われてたんですよ。一体なんでなのかっていうと、自分の給料を、西成の人にね、使っていた、要するに、なんていうのかね、ホームレスの人とかに、その西成の人にこの、自分の給料を使っていたっていうことからね、人のために尽くす人、女性の、お医者さん、医師っていうことでね、周囲から絶大なる、支持を得ていたっていうようなことなんですよ。で、このね、矢島幸子っていう、お医者さんが亡くなった理由に関してね、ボランティアの考え方の違いなんじゃないかとかっていうような解釈があるみたいなんですけど、僕的にはそんなことはないなっていうことを思うってことですね。で、まずね、この、鎌ヶ崎っていう場所なんですけど、ここがまずポイントとなってきてね、この鎌ヶ崎っていうのは何かっていうと、西成、あるいは愛林地区と言われてね、このようなことがね、聞いたことあるかもしれないですけど、西成、愛林地区っていうのはものすごく多くの利権が複雑に関係している場所なんですよ。そこのね、西成あるいは愛林地区の利権には政治家、医療関係者、NPO 法人、893、そういった人間たちが群がってくる、その、いわば利権の巣窟、そこで、起こった事件ということなんで、この事件っていうのは裏にあると考えられるものっていうのは、一人の、医師が亡くなったっていうことではなく、愛林地区の利権が裏で何かしらが動き回っているっていうね、闇すぎる、日本の闇っていうことです。そしておそらくわからないですけど、この矢島幸子っていう先生は、何か多分知ってはいけないことを知ってしまったから、丸されたんじゃないかと僕は思ってるっていうことです。そして続いていきます。矢島幸子と黒川診療所の関係、およびですね、手帳に何が書かれていたのかっていうことについてね、お話ししていきます。矢島幸子っていう方がね、勤務されていた黒川診療所というところありますが、ここに対してですね、遺族が、裁判をしているっていうことが、言われています。それは何かというと、この矢島幸子というお医者さんが亡くなる前に手帳に何かを書いていたという情報が分かっていて、この手帳の内容に注目がいっているみたいなんですけれども、おそらくですね、手帳の中には長時間労働していたこと、あとはですね、医療に関する闇、そんなようなことが書かれていたんじゃないかなと思われます。もちろん僕は手帳を見てないんでわからないですけど、そしてですね、このなんていうのかな、長時間の労働っていうことに関しては、ちょっと解釈っていうか表現が難しいところがあるんですけれども、この黒川診療所が長時間労働をさせていた、っていうような解釈もあるんですけれども、ちょっと別の観点からいくと、この矢島幸子という先生、お医者さんが実は仕事が終わった後にも多分何かしら気になることがあって、それを調べていたんじゃないかなって、ということが考えられる。じゃあ一体何を調べていたのかなっていうとことなんですけれど、それが、医療ビジネスの闇っていうことですよね。西成愛林地区には、巨額のお金が医療費として投じられているっていうことが分かっています。
そしてですね、このお金を、利用している人間がいるということです。それは誰なのかっていうのははっきりとは分からない。893なのかもしれないですけれども、で、なんていうのかな、そこまで、詳細な具体的には分からないんですけど、考えられるっていうこととしてみればね、例えば生活保護受給者にね、病院から不必要の薬を、もらってきて、その薬を転売するとかっていうようなことね、例えばこういうのっていうのは個人単位で、もちろん犯罪ですよ、個人単位でやったところで、不正に、ただで入手した薬を、転売すれば、利益になります。ただ個人単位でやればそんなにお金にはならないと思います。しかしこういったことを組織で取り組んだ場合、ものすごくお金が動くっていうことなんですよ。で、これっていうのは一例ですけど、この生活保護受給者のね、不必要な薬を病院からもらって、その薬を転売する、そのような延長線上で、一体どのような医療ビジネスの闇が展開されていったってことは分からないですけど、それにこの矢島幸子っていう先生は気がついて、何かしら動いて、丸されたっていう、多分そういうことがね、考えられるってこと。そして、僕の解釈もそうですし、リスナー様、もそうだと思うんですけど、みんな多分こういうようなことを検索、ほぼほぼっていうか、されるんですよ。それは何かっていうとね、こういうことです。西成ジョイが、丸された犯人を黒川診療所は知っているのかっていうこと、なんでこういうことを言うのかっていうとね、インターネットの検索窓にこういうことが出てくるんですよ。西成ジョイプラス犯人プラス黒川っていうこと。もう一回いきますよ。西成ジョイプラス犯人プラス黒川。ここまでいくとね、もしかしたら黒川なのかなとかって思うけど、そうではなく、矢島幸子っていう方が働いていた黒川診療所のね、黒川先生は、全てのマスコミの取材断っている。ただしね、診療所の所長が時期が来たら話すと語ったって言うんですよ。これね、何を意味してるのかなっていう話ですよね。そもそもおかしいなとは思うことがね、まずね、この診療所の先生はなんで取材を全部断るのかなって、もしかしてなんか答えてはまずいもの、具合が悪いものがあるのかなって、明らかにおかしいよなとかっていうのを思いますし、所長は時期が来たら話すとかって言うんですけど、一体何を話すんでしょうね。何か知ってるってことですよね。革新的なことを分かってるっていうようなことだと思うんですよ。ここら辺からしてもだいぶおかしいなっていう。だからこのおかしいことを、まずもう比較的こうやって調べて、何ですかね、考えていくと、ここまでに至ります。そして、ここから事件の、内容に入っていきますが、もう本当におかしなことだらけです。そのことについてね、調べていきます。大阪の、釜ヶ崎の、女性医師が、変死した事件とかって言われるんですけど、なぜこういうことが言われるのかって、変死とかってね、普通じゃないですよね、普通に考えて。これっていうのは、この、事件の、呼ばれ方っていうのは、いろいろあるんですよ。大阪西成女医不審死事件とかね、あとその女性の医師が変死した事件とかっていうようなことを言われるんですけど、なんで変死って言われるっていう話ですよね。ちなみに、警察の、発表ですと、この矢島幸子っていうお医者さんの亡くなったのはね、自ら命を絶ったって言われてるんですけど、これっていうのは僕は思います。明らかに丸されたという可能性が高いんですよ。それは別に警察がね、自ら命を絶ったとか、そういうことではなく、そんなような話ではなく、なんで丸されたのかって思うと、この矢島幸子っていう方のね、首に紫色の絞められた跡があるっていう、遺族の証言がある。さらに、この矢島幸子っていう方のね、後頭部にコブがあったって。で、このコブについては、この矢島幸子の両親は、医者であることからね、明らかに何かおかしいと感じたみたいなんですけど、警察の言い分では、コブはね、遺体を釣り上げた時にできたものだって言ってるんですけど、近くにいた釣り人たちはね、そんなことはないって、釣り上げてはいないって言ってる。だからもうその時点からもう話がめちゃくちゃなんですよ。だつまりは、何て言うのかな、この矢島幸子っていう方を、自ら命を絶ったっていう感じで、丸されたっていう可能性が高いんですね。警察はもちろん自ら命を絶ったって言ってますけど、丸された可能性が高いですね。警察にもね、何かしらの息がかかってる、そういうようなね、ことが全然考えられるんでね。そしていきますね。もう本当におかしすぎるわって。こんなおかしいことが続くのかっていうようなことを、お話ししていきます。この矢島幸子っていう方のね、死に関してね、違和感、おかしい点があるんですけど、
亡くなった矢島幸子っていう方の部屋から一切の指紋が出てないんですよ。本人の指紋が出てないどころか、他の人の指紋も出てない。明らかにこれっておかしいんですよ。何なのかなっていうことを思うんですけど、まあこうなってくるともう考えられる可能性っていうのは一つなんですよね。誰かが指紋を全て拭き取った。もうそうとしか考えられないですよね。噂ではね、犯人の関係者が複数でこの矢島、幸子の部屋に来て全て指紋をきれいに拭き取ったとかって言われてますけど、それっていうのはどうかわからないけど、指紋が全くないっていうことから、これもう誰かがこうやってもう指紋を拭き取ったしか考えられないんですよ。もうこういうことからまずおかしい、自ら命を絶ったっていうのもおかしい。だから考えられるっていうのは、まあなんでしょうね、口封じかなっていう感じですよね。矢島幸子っていう方がいろんなことを知ったから口封じにあったんじゃないかなっていうこと。そしてね、もう一つおかしいことがあるんですよ。この佐藤豊っていうね、まあ、もともとホームレスをしていたことがいるんですけど、矢島幸子が来てね、まあ、この佐藤豊と親身になってね、相談してくれたから、この佐藤豊っていう方はホームレスを辞めてね、掃除の仕事を始めて、まあ、釜ヶ崎のアパートで暮らしていたんですよ。そしたら、この佐藤豊の暮らしているアパートが 火事になって、この佐藤豊が亡くなってるんですよ。この一連のここまでの話を聞くと、この佐藤豊っていう方は火事で亡くなったのかなっていう、まあそういうようなことは考えられるんですけど、実はね、これ火事になる前に大きな問題が出ているんですよね。それは何かっていうとね、この火事の前に佐藤豊とか、まあ、遺族の人に対して様々な脅迫が出されていたっていうことが分かっている。で、こう佐藤豊はこのまんまでいると自分に身の危険が感じた、危ないと感じて、万が一の時には自分たちの知ってる情報を公開するっていう文章を作っていた、その時にアパートが火事になったんですよ。そんな偶然で多分ないと思いますよね。もちろんわからないですよ。本当のところっていうのはわからない。まあおそらくですけど、この矢島幸子っていう、まあ、お医者さんの先生と、この佐藤豊っていうこの方ね、何か、明かしてはいけないものを多分明かそうとしたんでしょうね。何かだから、まあ、医療ビジネスの闇か何かを多分知ったんでしょうね。で、それを明かそうとしたっていうことで、まあ、それの口封じにあったっていうことが、まあ、考えられるんじゃないかなと僕は思います。もちろん正しいかどうかっていうのは分からないですよ。ただ明らかにおかしいことが重なるんでね。そして最後に、お話ししていきます。いわゆる今回のこの、まあ大阪西成女医不審死事件もそうですが、まあ、そこに関係しているであろう、まあ、最大の問題というのが西成の闇と言われているものですね。まあ、別の言い方をするなれば、まあ、貧困ビジネスとかって言われますけど、一体何かっていう話なんですけど、西成という場所には1年間で600億円ものお金が投入されているわけですよ。で、ここから考えられることっていうのは、もちろんね、まあ僕はそんな別に医療に詳しくないんでわかんないですけど、矢島幸子っていう方が亡くなったね、まあ、裏側には、これ明らかにこの貧困ビジネスの利権が関係してんじゃないかなって、この金の流れですね。この巨額の年間600億円というかね、まあ、そこら辺に、まあ、どっかで何かの、まあ、そう、これの利権に絡んでる人たちが、まあ、なんでしょうね。調べられては困ることを調べられたから、まあ、口封じに丸した、その可能性極めて高いんじゃないかなって。だからこの矢島幸子っていう先生が、まあ、貧困ビジネスの実態を多分知ったんですよね。そのことの形で、まあ、なんだろう、その利権を守りたいがために、まあ、明かされたら困るっていう人間が、この矢島幸子っていう先生を自ら、命を絶ったふうに見せかけて丸したっていうのが、この大阪西成女医不審死事件の、まあ、真相だと僕は思います。もちろん真相っていうのは分からないんでね、こんな闇の深い事件に関してこうだとかっていうのは分からないんですけど、もういろんなことを調べると、まあ、僕はこのように解釈するかなっていうような感じで、このリスナー様がこの大阪西成、女医不審死事件っていうのに関心を持たれていらっしゃいましたら、僕がお話ししたような話っていうのはちょっとは参考にしていただけるところがあるんじゃないかなっていうことを思いながら、まあ、今回はちょっといろいろ調べてお話ししてみましたっていうことで、まあ、今回の音声はここで終わらせていただきます。皆様いつも聞いていただいてありがとうございます。気になった方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。